これまでのあらすじ。ラリーに参加中、蜂に刺されて死にましたとさ。めでたしめでたし。こんにちは。いやー、長かったです。今度こそラリーで完走を目指します。すみません、今回もプレイ動画を垂れ流すだけの手抜きになると思います。あしからず。これより会場へ向かいます。スイッチ。前回との大きな違いはキャブレターです。それからフェンダーや、去年追加されたサイドスカートを装備しました。色はスケベなウプ主の頭の中と同じ、ピンクです。準備に抜かりはありません。それでは。スピードを上げていいところと、抑えるべきところを大体覚えました。それから私の場合、あまり気合を入れすぎないことも大事ですね。行くぞ
あまあですかね。ちなみに、前回は7位でした。おお、暫定2位ですね。3位とは僅差ですが、上位入賞は初めてです。ですが、まだ折り返しに過ぎません。賞金とトロフィーがもらえるよう、せめて3位には入りたいですね。この動画を編集中に大きなアップデートがありました。少しやってみましたが、車の操作感がより本物に近づいた印象です。多くの追加、仕様の変更があり、とても楽しみです。が、私のようにパーマネントデスで遊んでいる人は、大きな緊張感を強いられることになりそうです。死亡した瞬間にセーブデータが消えるようになったからです。強制終了では間に合わないでしょうね。最高かよ。今後も、バンバン死ぬ予定ですが、よろしくお願いします。おい、ゴレ！ゴリラ！免許持ってんの？